どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのセゾンパールアメリカンエクスプレスカードなんですけども、 3% 還元がねずっと続いてたわけなんですけども、とうとうね終了のアナウンスが来ましたので、本日はねこちらの解説とですね、先日ね三井住友カードのね還元率が下がったね話もありましたので、今回の動画では ANA マイルがね貯まるクレジットカードね、こちら改めてですねおさらいねしておきたいなというふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらね、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードの 3% 還元ね、とうとう終了ということで、こちらのクレジットカードはですね、2020年の11月ぐらいにですね、発表されて、一緒にね、この 3% 還元っていうのもね、発表されて、当初ね、期限が未定みたいな感じだったんですよね。で、その後一回問い合わせたら、2020年の3月31日までみたいな、まあそういった回答だったと思うんですけども、それがまたね、デスク回答変わりまして、やっぱり未定ですみたいな感じになって、まあ今に至るわけなんですけども、先日ね、発表がありまして、2022年の7月31日をもってね、終了ということが発表されたんですよね。で、このクイックペイ 3% 還元ということで、このセゾンパールっていうのはセゾンのねクレジットカードっていう風になりますんで、貯まるポイントはね永久不滅ポイントなんですよね。で、永久不滅ポイントっていうのはですね、交換率がね一番高いとされている JQ みずほルートっていうねルートがありますけども、まあこちらね最後が永久不滅ポイントから ANA マイルっていう感じなんですよね。ですので永久不滅ポイントはね直接貯まっていくっていう風になりますんで、かなりね利用しやすかったんですよね。で、 ANA マイルの還元率はねもともと 3% 還元クイックペイだとね取れるっていう風になりますんで、 ANA マイルはね 70% の交換率で交換できますので、 ANA マイル還元率ねクイックペイ決済限定にはなるわけなんですけども 2.1% 還元だったんですよね。ですので利用されている方もねかなり多かったと思うんですけども、残念ながらねこちらが2022年の7月の31日で終了っていった形になります。で、8月以降ねどうなるのかっていう話なんですけども、どうやらね段階的に下がっていくみたいで、2022年の8月の1日から10月の31日まではこちらね 2% 還元で利用できるみたいなんですよね。もちろんクイックペイ決済限定にはなりますけども 2% 還元で継続っていった形になるみたいなんですよね。で、 2% 還元っていう風になりますんで、 ANA マイルの還元率はね 1.4% 還元っていう風になるんですよね。で、期間が8月1日から10月31日までっていう風になりますんで、まあこの間はね 2% 還元、 ANA マイルの還元率だと 1.4% 還元でね利用することができます。ですので 1.4% 還元あってもですね、このANA マイルをね貯めるこの還元率としてはねかなりいい方っていう風になりますんで、まあ10月31日までにはねなりますけども、このねクイックペイ決済ね利用していただくのはねかなりいいのではないのかなと思います。で、2022年の11月以降ね、これどうなるのかっていう話なんですけども、こちらね未定みたいなんですよね。公式サイトにはですね、2022年11月1日以降のサービス継続変更終了については内容を決定しましたらご案内いたしますということで、こちらね未定っていう風になってるんですよね。まあおそらくねこの 2% 還元がね利用が多かったら継続されるみたいな、そういった感じなんですかね。まあそんなにね期間が長くないですよね。8月1日から10月31日ということで、まあ丸3ヶ月ぐらいしかねないわけなんですけども、11月以降はね未定っていった形になるんですよね。もしかしたらね利用する方がね多かったら継続とかになるんですかね。ちょっとこればっかりはねわかんないわけなんですけども、まあこういった形になってるんですよね。非常にね残念なお知らせではありますけども、まあやっぱり 3% 還元ねすごかったですよね。もともとこの 3% 還元っていうのはビザ、LINE PAY、クレジットカードがね最初出た時にね 3% 還元ねやりましたよね。やっぱりすごかったですもんね。どこで使っても 3% 還元っていうのは本当に破壊力としてねすごかったですよね。まあこれが話題になって、この後ねこういったセゾンパールとかね出てきたわけなんですけども、まあちょっとね 3% 還元がまあ多分クレジットカード決済でねするのはちょっと厳しかったから、まあクイックペイに限定してみたいなねサービス展開したと思うんですけども、いやでもねやっぱりすごかったですよね。今回ね終了になりますけども、まあ大体1年半ぐらいですかね利用することができたので、まあかなりね良かったのではないのかなと思います。まあ11月以降ねこの 2% 還元がねどうなっていくのかちょっと分かんないですけども、まあできればね継続してほしいですよね。まあ私もねちょこちょこではありますけども、やっぱり何にも考えないで 3% 還元だけ
セゾンパールクイックペイでいいやってね思いながら払うのはね、やっぱり簡単で楽なんですよね。はい、ですんでね、今後ね、まあ 2% 還元に落ちますけども、ちょっとね継続していただきたいなっていう感じですよね。 ANA マイル還元率もね 1.4% 還元だったら、まあ普通に考えてねいい部類に入ると思いますんでね、できればね継続していただきたいなというふうに思います。それでは次にね、ANA マイルが貯まるね、おすすめのクレジットカードね、おさらいやっておきたいなと思います。先日ね、三井住友カードのね、解約の発表がありまして、ANA ビザマスターに関してはですね、0.3% ね、還元率落ちるっていう風になりまして、まあ、ゴールドでも、一般カードでも基本的に 1% 還元、プラチナカードだけ 1.5% 還元っていう風になりますんで、まあ、ちょっと下がった部分もありますんで、まあ、個人的にね、おすすめのクレジットカードね、紹介していきたいなと思います。まずね、一番最初のおすすめはやはりね、こちらですね、不動のナンバーワン JQ エポスゴールドカードですね。こちらね、年会費がインビテーションをもらえば0円でね維持することができるゴールドカードっていう風になります。ですんで、こちらね、インビテーションもらわないと、発行することが、まあ、できないわけじゃなくて、まあ、5000円払えばね、ゴールドにできるわけなんですけども、まあ、基本的にはですね、決済修行ね、エポスカードでも、JQ エポス一般カード、どっちでもいいんですけども、決済積んでもらって、ゴールドのインビもらうと、0円でね、利用することができます。で、こちらね、0円でゴールドカードなんですけども、ANA マイルの還元率がですね、最大 1.75% 還元っていう風になりますんで、こちらね、100万円までにはなりますけども、かなりおすすめっていう形になります。JQ エポスゴールドカードはですね、もともとエポスカードっていうのが、海外旅行保険がね、自動付帯なんですよね。で、もちろん JQ エポス一般カードも、ゴールドカードも、海外旅行保険ね、自動付帯なんですけども、ゴールドになるとね、さらに充実するみたいな。まあそういった形になりまして、まあ年会費ね、0円でゴールドカードっていう風になりますんで、空港のね、クレジットカードラウンジとかも利用することができますので、かなりね、おすすめっていった形になります。で、ANA マイルのね、還元率がですね、こちら最大 1.75% ということで、ANA マイルね、1.75% 還元っていうのは、本当にね、プラチナカードを超える還元率っていう風になりますし、ANA マイルをね、貯める一番高いクレジットカードね、多分、これになると思います。先日ね、三井住友カードの解約で、プラチナカードね、還元率下がりましたので、それまではね、そっちがナンバーワンだと思うんですけども、多分ね、今回の改定でこれがね、一番になると思いますので、ANA マイルね、1.75% ということで、かなりすごいですよね。まあ、これからね、始めようっていう方もですね、かなりおすすめですので、まずね、おすすめとしてはエポスカードね、ポイントサイト経由でね、発行していただくのがね、おすすめっていう風になりますんで、ちょっと今いくら分で出てるかわかんないですけども、ちょっとこれにね、出しておきますんで、もしね、発行される方はですね、ポイントサイト経由して発行するのがね、おすすめっていう形になります。それでは次にですね、ソラチカカードの一般カード、あとゴールドカードですね。この2枚のクレジットカードはですね、一般カードが年会費、初年度年会費無料、2年目以降2200円。で、ゴールドカードの方は初年度からね、15400円ね、かかるわけなんですけども、ANA マイルのね、還元率は、一般カードはね、最大 1.54%。ゴールドカードは 1.5625% ということで、めちゃくちゃ還元率高いんですよね、この2枚のクレジットカード。なんですけども、最大還元率出すのね、非常に大変っていう風になっておりまして、まずね、初年度から獲得することができません。JCB にはね、スターメンバーっていうのがありまして、前年の決済額に応じてボーナスポイントをもらえるシステムがあるんですけども、これをね、活用していただくっていう風になりますんで、この最大還元率をね、出せるのは2年目以降っていう風になりますし、またね、最大還元率ね、出すには、リボ払いをね、設定していただいて、リボ払いで利用していただいて、またね、それを手数料ね、できるだけ減らすためにね、やっていただくね、作業がありますんで、まあ、どちらかというとね、非常に手間をかけて、還元率上げていくっていう風になりますんで、まあ、こちらね、かなり大変になるかと思いますけども、最大還元率ね、一般カードは 1.54%、ゴールドカードは 1.5625% ということで、こちらもね、プラチナカード級にね、還元率がね、高いっていった形になります。またね、スーパーフライヤーズカードはね、ついてる方がいいっていう方はですね、ANA JCB ゴールドカード、こちらもね、先ほどと同じ方法で最大還元率出すとね、
最大 1.075% 還元というふうになりますんで、まあ、ビザ、マスターカードよりね、まあ、0.75% なんですけども、少し高く、またね、海外旅行保険もね、自動付帯っていうふうになりますんで、まあ、こちらはね、おすすめっていただちになります。それでは次におすすめなのが、ANA ビザプラチナプレミアムカードですね。こちら年会費が8万8000円税込みっていただちになりまして、ANA マイルの還元率が基本で 1.5% 還元なんですよね。基本で 1.5% 還元ということで、どこで使っても 1.5% 還元が取れるっていう風になりますんで、まあ、年会費はね、8万8000ということで、とても高いですけども、どこでもね、1.5% 還元がね、取れますし、またね、こちらポイント交換とかもですね、自動的にね、やってくれる部分もありますんで、まあ、かなりね、楽に貯めることができます。まあ年会費はね、8万8000なのでかなり高いですけども、まあちょっとね、もうポイント交換するとかめんどくさいみたいなね、まあそういった方はですね、ちょっと年会費は高いですけども、こちらね、おすすめっていった形になります。またね、こちらプラチナカードという風になりますんで、プライオリティパスも利用できますし、コンシェルジュもね、利用できたり、またね、ANA の国内線のラウンジね、利用することができるっていう風になりますんで、まあクレジットカードラウンジはね、アルコールとか有料になりますけども、この国内線のね、ANA ラウンジは、まあ食べ物は、おつまみ程度しかね、ないんですけども、お酒とかもね、置いてありますので、まあこちらね、利用することができるっていった形になります。それでは次にですね、マイルを貯めるカードといえばやっぱりこれですね。マリオットボンボイプレミアムクレジットカードですね。こちら SPG Amex クレジットカードからね、切り替わったこのマリオットボンボイプレミアムカードなんですけども、年会費が 49,500 円。で、マイル還元率が 1.25% ということで、このクレジットカードはですね、マイル、ANA マイルの還元率も 1.25% なんですけども、JAL でもそうですし、シンガポール、ユナイテッド航空、ブリティッシュアウェイズ、アラスカ航空といったね、40社以上のマイレージサービスで、このね、1.25% 還元でね、ポイント交換することができるんですよね。で、ユナイテッド航空に関してはですね、もともと 1.25 なんですけども、こちら独自提携組んでますんで、プラス 10% で 1.375% でね、交換することができるっていう風になりますんで、このね、マリオットボンボイプレミアムカードは、マイルをメインでね、貯められている方はですね、まぁ、ちょっとね、年会費が、今までね、SPG Amex で 34,100 円だったんですけども、49,500 円ということで、年会費が 15,000 円ぐらいね、上がってしまったんですけども、まぁ、マイルを貯めるっていう意味ではですね、この、貯まるポイントはマリオットボンボイポイントなんですけども、このマリオットボンボイポイントのね、この交換先の多さっていうのはですね、まあ、他のね、クレジットカードにはね、ないっていった形になりますんで、マイルね、メインで貯められている方はですね、かなりいいのではないのかなと思います。で、もともとね、ホテルのクレジットカードっていう風になりますんで、年間ね、150万円決済していただくと、一括5万ポイントのですね、無料宿泊、まあ、ホテルにね、宿泊することができるっていった形になります。残念ながらですね、こちら、一括5万ポイントで付与されるわけなんですけども、マイルに交換したりね、そういったことにはね、利用することができないので、まあ、ホテルでね、利用していた感じにはなるわけなんですけども、こういった特典があります。またね、年間400万円決済していただくと、マリオットボンボイね、プラチナステータスということで、ラウンジとか朝食とかね、利用することができるようになるっていう風になりますんで、まあ、年間400万円決済ということで、かなりハードルは高いんですけども、まあ、こういったね、特典があります。ということで今回ですね、セゾンパールアメリカンエキスプレスカードね、3% 還元ね、とうとう終了ということで、まあ 2% 還元がね、継続するっていう意味ではですね、バッサリね、終わらなくてよかったなぁなんていうふうに思うんですけども、まあどうにかね、こちら11月以降もね、継続してほしいかなっていうふうに思いますよね。どうなるんでしょうね。この猶予期間が持たれてるっていうのは、まあ、もしかしたらね、ここの利用期間で決めようみたいな、そういったのはあるんですかね。まあ、そうであってもちょっと期間が短いな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ちょっとね、3% 還元ね、かなり大きかったので、利用されてる方ね、結構多かったと思うんですけども、まあ、残念ながらね、7月31日までっていうふうになりますんで、まあ、8月1日からね、10月末までは 2% 還元ね、継続されますんで、まあ、これまではね、まあ、ANA マイルの還元率としても、1.4% 還元ということでかなりねいいのかななんていうふうに思いますので、ぜひねそれまでは利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。